今日は長旅で疲れただろ。ほら、縄跳びしてないぞ。ふっ。虫。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回からちょっとね、探索をしていきたいと思います。っていうか、探索をしていきたいと思います。あ、近づいたら調べるとか出るんやね。かさ、これ、到着してすぐにこんなに散らかるものなん。0円。何お金増えていくん？お立ちもらうとかそういう？7月31日、1日目。7月31日からスタートなんやね。絵日記、生き物図鑑。あ、生き物図鑑。こういうのなんかコンプリートしていく人とかおるんやないん。夏の思い出。何これは絵日記とかではなく？ほう、エピソード。見直せるってことかな？ヒントとかあるよ。持ち物、何おやつって。おやつ、カレースナック持っとるけど。ほんのり辛いスパイスで飽きずに食べられる美味しさ。食べるとお腹が少し膨れるよ。そこチョコビじゃないんやね。で、お利口カメラ、虫網、手竿、リール竿。手竿とリール竿、両方持っとる。虫網、虫捕まえれそう。てか、虫と魚。埋まるかな、図鑑。そこまでやり込まなさそうやけど。なんなん、これ。トレカかなんか集めれるってこと？なんかお手伝いしたらお立ちもらえるんかな？目標？あ、なるほどね。そういう。うんうん。トンボ。え、そんな細かく分かれたもん。マジで？最初虫5匹しかおらんのやとか思ったのに違うんや。そういうことじゃないんやね。めっちゃいろんな種類おるやん。ふう、頑張ってっか。2階野原家寝室。待って、他に調べれるのは。はるばる遠くから来たはずなのに、意外にシンプルな野原家の旅行カバン。ま、でも、でもそっか、着替えとかいるよね。旅行って言っても手伝いだけって思ったけど。こっちの方とか、何もない。特に何もなさそうやね。ジャンプとかできる？お、びっくりした。操作方法のご案内。いよいよ外を探検。と、その前に操作方法を確認しましょう。Lスティックを使えば前後左右に移動できます。十字ボタンと B ボタンを使って移動することもできますよ。詳しい操作方法を見たいときはプラスボタンを押してみましょう。何？聞こえてるの？そして移動中は画面右上に出てくる赤いゲージに注目です。赤いゲージの長さはしんちゃんのスタミナを表していて、移動を続けてゲージがなくなるとしんちゃんは疲れて動けなくなってしまいます。スタミナを回復したいときはおやつを食べてみてね。あ、そういう、なるほどね。ふふーい。おやつで回復。あ、B ボタンを押したら走るんやけどなんか。へえ。こっちの部屋は？ここはヨヨコとララコの姉妹の部屋。でもしんのすけは背が高い。あ、そういう。ドアノブに手が届きません。なるほどね。向こうの部屋確かに開けっぱやわ。そういう感じですか。こっちでっていける。何もできないけども。じゃあここもやっぱり。ドアが開かないようです。一体なるほど、ね、どこに繋がっているのかな。ここは部屋ではないよね。あっこの。自分たちがおった部屋やないん。違うんかな。ね、場所的に、いや、奥に部屋があるってことかな。よし、ちょっと下降りてみよう。1階和室。ジャンプ。何しにジャンプが必要やったん、今。ちょっとよくわからんけど。しんちゃんならではの、目線低。しんちゃんならではのなんかね、低い位置とかいろいろ見ていける。ね、中におった人と会話できないの。あ、入っていけたわ。あれ？隣の家の子供たち今日は来ないのかな？あ、てか何？全然まだお店開いとる時間？なんて書いとんやろ。なんか書いとるよね。この上の壁みたいなとこ。奥におじさんおりやん。もしかして敷居をまたぐのにジャンプしよる？何しようあれ。今日はいつもより早く家に帰ってきたけど、このまま終わりにしちゃおう。え、もう終わり？あ、じゃああれ普通に家用の料理を作りよるってこと？え、座り方。まだ晩ご飯まで時間があるから、外で遊んできてもいいわよ。ほう。
結構遅い時間なんじゃないですか？でもあまり遠くまで行っちゃダメよ。了解です。ひまちゃんと話したかったんだけど。話せないのか。なんかないんかなー。お？どこの家の家族だろう？二人の女の子とお父さんとお母さん。みんな笑顔で幸せそうだ。どこの家の家族？この家の家族じゃないの？違うの？お風呂場。白い洗濯機の上にたくさんの針金ハンガー。ここに干すんかな？ここから持っていくってことかな？お風呂は夜のお楽しみ。入れるのか。めっちゃ人んち走り回りよる。この辺調べれる？お。子供向けの百科事典とかなり古そうな書物が置かれている。すごいなんか、しんちゃんの目の高さに色々と。しかし特に何もなさげな感じやな。どこからやってきたんだったかしら。ジャーンプ。虫捕りのご案内。てか目の前におったんやね、ヒロシ。家の外にいるときは L ボタンで虫網を持ち、R ボタンで網を振ります。ふんふんふん。街の中にいる虫を網で捕まえると、すぐにカメラで撮影して絵日記を作ることができるようになります。キラキラ光っている虫はまだ捕まえたことがない証。どんどん撮影しましょう。お、わかりやすいね。虫を捕まえて目標を達成すると新しい絵日記がもらえることも。え？そんなに急激に絵日記埋まっていくん？そういうことじゃなくて？サブ画面の中にある目標をぜひチェックしてみてくださいね。ちゃんと説明に全部相槌をしてくれる。今日は長旅で疲れただろ。ほら、縄跳びしてないぞ。虫突っ込んであげんの、そこ。今日は長旅で疲れたでしょ。お、同じことを言う。縄跳びも疲れるぞ。虫。反応してあげてください。お、白。白の犬小屋、ここにあったのか。え、犬小屋もある。何？もともとここの家に犬がおったってこと？犬小屋持ってきたわけじゃないよね、別に。持ってきたわけじゃないよね。どういう感じで光るんやろ。ここもなんか虫おるよね。あ、構えたら光るってことなのかな。てい。イエーイ！イエーイ！うわ、速攻で、すごい。頭の上で。待って、絵日記。書かれた？中庭、アブラゼミ。攻めには珍しい、不透明な羽が特徴なんだ。ほうほう。1。ここにどんどん積み重ねられていくんかな。ま、絵日記っていうよりも、お！お、イエーイ！メモって感じやね。何今の。は。ヒナカマキリ。オスとメスが似てるので、オスがいないと思ってた。ほ。まあ、雌雄同体とかいろいろあるけんね。基本構えたまま走ってたんで大丈夫かな。ね、ここ何？ここには上がれないの。しまわんと何もできんとかそういうことかな。どうやってしまうんやろ、これ。もう一回押せばいい？あ、なるほど。いや、別に何もないね。ということで、特に何、なんか今調べるボタンが出てきた。この辺か。汚れたスニーカーが片方だけ置いてある。誰のスニーカーなのかな？汚れたスニーカー？事件の香り。そんなことない？おお、なんか広くなった。中庭前。待って、構えよう。なんか降りそうじゃない？あ、これ！ふんふん！ほうほう。蜂じゃない？蜂とか捕まえたら危ないと思うけどね。ハナアブ。蜂に似てるハエの仲間、蜂じゃなかった。ナミハナアブが本名らしい。ほう。なんでナミ、略されるんやろ。なんかさっきこの辺飛び寄らんかった。葉っぱかな、ただの。お、なんか隣に、工房青空。ちょっと待って、ここに。うぇーすごいね。めちゃくちゃ楽勝で捕まえれるやん。絶対今のさ、あつ森とかやったら捕まえれてないと思う。距離的に。旗織り工房、モンシロチョウ。野原でよく見る白いチョウ。あ、びっくりした。野原って名字かと思った。そこじゃなくてね。幼虫はキャベツが大好物。あれよね、小学生の時に、育てた。幼虫から育てよった。
あの、なんか、教室の後ろとかで。工房青空のお店がある。どうやら幼稚園児が買える値段のものはない。幼稚園児が買えるような値段のものって駄菓子屋ぐらいしかないんじゃないの？ 10 円ガムとか。これ何の実？イチジクの実がなっている。食べられるんだったっけ？食べられるよ。わからないから食べないでおこう。イチジク美味しいよね。え、何？シロいつの間に？シロに迎えに来てもらったけど、シロはどうやってここまで来たんだ？シロに迎えに来てもらったの今。いただきます。え、すごいなんか具沢山なんやけど。ラーメン？いただきます。晩ご飯？え、なんかしんちゃんも大人と同じサイズなんやけど。人数が多いと賑やかでいいわね。お醤油こっちに取って、真ん中とかに置いとこうよ。あ、なんかすごいいい一枚の絵画って感じ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ひまちゃんは取り分けてもらったんかな、みさえに。あ、すごい、なに後ろロープウェイあるやん。え、あそこからお風呂丸見えじゃない？まあ今入ってるのは男二人やけども。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから声をかけてね。声かけたら一緒に出てってくれる？マジで？声声かけたぞ。どういうこと？なんか壁にいろいろ貼られてるの気になる。なんだなんだ、勝手に動き出した。なんだろう、何？近くに川流れやんかな。居候しているヨヨコの家では、夕飯が終わる時間になると風に乗って女性の声が聞こえてきます。何それ、怖い。幽霊とかじゃなくて？隣の住人青山ハタが、あ、そういうこと。子供たちに本を読み聞かせているのです。隣の住人ってあの青山工房とかいうやつ？工房青山やった、なんか忘れたけど。なんか工房のやつよね。まあ、ここぐらいやったらすごい近い県大丈夫かな。普通に目の届く範囲ね。お？風間くんとねねちゃん？さて、今日のお話はどうでした？みんな勢ぞろいで。楽しかった。お母さん、誰か来てるよ。あ、違う、風間くんじゃない。来てるよ。ねねちゃんじゃない。こんばんは。すごいそっくりやのに。この子、姉ちゃんの友達の子なの。しんのすけ。カズマくんとネネちゃんやって。覚えてる？え、似てるとか思わんの？さっき駅前で会ったよね。あ、さっきの、あの人は誰って言ったあの女の人。恐竜の骨、気になるよね。ここの人なんや。じゃ、全然駅関係ないんやね。旦那さんとかでもなく、あの人。夏休みでしばらくこっちにいるんだって。うちの2階で寝泊まりするの。うちの子たちはどこの子なんやろ？あ、自分家の子。仲良くしてあげてね。自分家の子やったんや。なるほど、なんか近所の子に読み聞かせしようかと思った。はい、自己紹介。こんばんは、僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。声もさ、風間くんよね。ってことは向こうも声もねねちゃんかな。かっこいいだろ。私はキネ。あ、やね、石やね。キネの色という意味だって。この名前、素敵でしょ。餅つきのキネじゃないから。あれ、なんだかカスカベにいるみたいだぞ。やっぱりそっくりって思うよね。髪色は違うみたいやけど。しんのすけは思いました。風間くんとねねちゃんにそっくり。うん、パッと見た瞬間に思ったよ。まあ、でも風間くんの場合はね、苗字やけど。毎晩ここでこうやって本の読み聞かせをやってるから、あなたも遊びにいらっしゃい。うんうん。その恐竜は女の子でした。名前はエル。あ、すごい、ここにおる間ずっと呼んでくれよる。体の長さが聞こえるんやね、きっちり。待って、今なんか、とても大きな生き物です。いや、待って待って待って。若い。どういう状態？手足を大きな花びらや、びっくりした。私、網構えたつもりやったのに、なんかすごいお尻が出したけん、びっくりしたんやけど、ZL 押したらそうなるんやね。私は今、虫を捕まえたかったんだ。美しい羽毛恐竜たちには、目の前ですごい気が散るよね、絶対。なんとかわいそうなエルでしょう。お、
中庭青山家。夜の縁側で本を読み子供たちが聞いていた。風のように静かな声が聞こえてきたよ。夜の縁側。何それ、なんかちょっと詩的な感じ。しんちゃんっぽくない。春日部防衛隊にすごく似ている子供がいる。覚えておくぞ。なんか後から重大、大事な感じ。スズムシ。名前のまま鈴のように美しい鳴き声の持ち主だ。今日はもう寝ますか？なぜ急にそれが出てきたの？もう時間的なってこと？寝ましょう、寝ましょう。はい、川の陣になってないよね。なんかもうすでに二人寝る方向が全然違っとったけど。名物ラーメンカレー定食やって。でも晩ご飯ラーメン。家族揃ってラーメン。美味しいけども。はい、記録しまーす。データ1。いいね、黙々入道具も。いい天気だ。なになになに？素晴らしい今日。ね、これラジオ体操ってこと？てかさ、ひまちゃんおんぶしてするのめっちゃしんどくない？絶対多分一番ミサイが運動になっとる気がするんやけど。何？どんなラジオ体操なの？白まで一緒に。このラジオ体操から一日が始まるんかな？いただきます。昨日の夜はちゃんと寝られた？俺は寝てたからわからないぞ。じゃあ寝てたんだよ。私もそうかも。毎日仕事に行く前に朝ごはんはゆっくり食べられるの？おう、大丈夫。行き先はすぐ隣町だし。ん？あ、仕事行くの、ヒロシは。なるほどね。夕方も晩ご飯の前に帰ってくるから。何？出張先とかってこと？朝と夕方毎日ここの駅前を通ったら、なんか最初の方の話あんま聞いてなかったかも。カレー屋さんの匂いでカレーが食べたくなっちゃうかも。じゃあ今日の晩ご飯はカレーライスに決定ね。がっつりがっつり。駅前のじゃなくてうちのカレーだけど期待してね。まあ、食堂やもんね。期待するよ。さてと、ごちそうさまでした。朝ごはんどんな感じかよく見てなかった。サラダとかあった気がする。ごちそうさまでした。話の方に夢中で。昨日は夕方で帰ってきたけど、今日はいつも通りだから。おじさんは毎日晩ご飯の時間が来るまで裏の新聞社で新聞を作ってるんだ。裏の新聞社？お。そっか、新聞社のキャップって言ったっけ。そうだよ。裏の新聞社って秘密の新聞社みたいでかっこいいぞ。そういう。あ、ありがとう。そうだ、せっかくだからうちの新聞社に遊びにいらっしゃい。誰かしんちゃんを案内してあげて。新聞社に幼稚、すごいキラキラしてる目が、かわいい。ね、新聞社に幼稚園児とか入ったらめっちゃいたずらされそうやけど。ララコどう？じゃあ今日は街をぐるりと一周案内してあげようか。お願いできるかしら。ありがとう。じゃあご飯の時間が終わったら、この食堂の入り口で待ってて。絶対だよ。この子も夏休みってことかな。うん。じゃあほら、今日はララコを案内してあげるぞ。逆。二人とも同じ方向を見て笑うのかわいい。しんちゃん、簡単なお手伝いをやってみない？そこにある掲示板にお店で使う野菜とか食材のメモが貼ってあるから、それを見つけたら持ってきてほしいの。オラが？そうよ、この辺りは自然がいっぱいだから、新鮮な魚や山菜なんかも近くでたくさん取れるの。持ってきてくれたものは掲示板のメモに書いておくから、一斉見に来てね。うまくできたらお小遣いをあげるわ。お、それで多分、どこかしら駄菓子屋とかがあるんじゃないかな。お菓子で回復できるって言ったし。よし、自由時間。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあお小遣いとかもちまちまと稼ぎながら頑張っていこう。